上皇明治極楽寺明王院です。皆様に繰り返しご案内申し上げます。まもなく不動堂では真言宗僧侶の皆様によります護摩法要が始まります。ご参列の皆様は靴をお脱ぎになり堂内に上がり、願いを込めてご自身の手で護摩木を炎にくべていただく添え護摩をしていただきます。不動堂前の係員の指示に従いまして順々にお回りください。なお堂内は段差がございます。法要の際は十分足元にお気をつけてお上がりください。万灯ろうそくのお持ちの皆様、客殿の方、そしてそれぞれの宗派のお堂に係員がおりますので、どうぞお渡しください。ただいま仏殿では臨済宗の僧侶によります法要、不動堂では真言宗の僧侶の皆様によります法要がそれぞれ執り行われております。どうぞご参列くださいませ。まもなく観音堂におきまして日蓮宗ご僧侶の皆様による法要が執り行われます。焼香盆の準備がございます。足元にお気をつけてごゆっくりお進みください。まもなく観音堂におきまして日蓮宗ご僧侶によります法要が執り行われます。焼香盆の準備がございますので足元にお気をつけてごゆっくりお進みください。日蓮宗の僧侶の皆様の寺院をご紹介いたします。妙本寺、本龍寺、以上でございます。まもなく観音堂におきまして日蓮宗ご僧侶による法要が執り行われます。焼香盆の準備がございますので足元にお気をつけごゆっくりお参りください。
ただいま階段上の仏殿では臨済宗、不動堂では真言宗、観音堂では日蓮宗のそれぞれの僧侶の皆様が法要を執り行っております。どうぞご参列くださいませ。法要のご案内を繰り返しさせていただきます。ただいま階段上の仏殿では臨済宗のご僧侶によります法要が行われております。また仏殿左側にあります収蔵庫では上皇明治ご本尊の阿弥陀如来三尊の特別拝観も行っております。また所蔵は撮影禁止です。カメラ携帯電話などで撮影はおやめください。お願いします。皆様にご案内申し上げます。参拝の際にまして左側では万灯ろうそくのお受付を行っております。祈願の御前にて半分しております。また右側では上皇様皆様によります縁日も開催しております。本日は宮城県女川町より感謝の方に小峰神宮スペース弓子様もお越しいただいております。女川の皆様の手仕事による食品などをご覧いただきまして、それを本にご購入いただければ幸いです。